一回よ。なぞむら頼むよ、もう一回。おい金を持ってねえくるな。そんな頼むよ。ちょっと帰れるか。てめえら、しょっぴてやるぞ。怖え怖え。おい、やれるもんならやってみなよ、元刑事さんよ。おい、行くぞ。やあいつがいりゃあな、はあ、お、すまねえな。本当に見つけたんだな。ああ、早く組長に知らせてやんな。まあ、あの場に立ち会ったあんたが言うんだ。信じるよりないだろう。後で奴の麻雀を見せる。そうすりゃ嫌でも信じるさ。あいにく麻雀の方は東四郎でね。しかし奴のことは組長から嫌ほど聞かされてる。裏の世界じゃあの夜の麻雀は噂になってるらしいな。噂？そんなもんじゃねえ、伝説だよ。とにかくキレた野郎だった。ロン、なんなんだそれ。ヤクザ相手の麻雀でひるむどころか逆に相手を手玉に取りやがる。自分の判断を信じいとも簡単に命を張ってくる。狂ってるっていうか通常の神経じゃ考えられない化け物みたいなやつだった。やつに左心まで負けたあの大打ちはあれ以来怖くてパイが握れなくなったそうだ。で、金は用意してくれたんだろうな。こっちはな、あの番が元で、クビになっちまったんだ。その分稼がせてもらうぜ。それで奴はどこにいる？赤木茂だ。昭和34年冬、安岡のこの行動が裏の麻雀界にまた伝説を残すきっかけとなる。
だな。またやるとしますか。おい、おさむ、おい、どうだ、これか。麻雀ですか。俺まで負けたもん返せるかもしんないぞ。あ、いや、でもまあ待てよ、いつも同じメンバーじゃ面白みがねえ。おい、新入り、お前麻雀できるんだろ。心配すんなって、給料でも無視たしねえよ。クーポンぐらいは残しといてやるよなあ兄ちゃん。なんとか言ったらどうなんだ新入り。いいよ、やるか。危なげのない勝負だったな安岡さんよ。まあこれぐらい正しいことですよ。なあ赤木。ああ、いやしかし君の引きの強さは恐ろしいくらいだな。何か種でもあんのか。え、種、うん、もっと単純なことですよ。赤木、例のやつ組長に見せて差し上げろ。何でもいいから手役を言ってみてください。赤木が伏せたままでその役を作りますから。伏せたまま。ええ、やつはこの136杯全部暗記してるんです。見た一瞬の間にね。そんなバカな。どうぞ言ってみてください。じゃあ三色国士はどうだ。じゃあ第三元追走はどうだ。次は何にしましょう。いやもういい。いや頼もしいもんだな。明日もその調子で頼んだぞ。え。今夜の取り分です。ありがたく。で明日の相手は。藤沢組のやつらが相手です。大内は確か浦部とか。浦部聞いたことない。はい、西の方から流れてきたようです。まあ誰が相手でも同じですよ。この赤城にはね。おいなんだよ結局お前かよ。
麻雀は1年ぶりなんだ。少し勘を取り戻させてもらう。まあいいだろう、始めるぞ。よっしゃ。石川、お前安岡に担がれたな。え？やつは赤城じゃない、おそらくな。どういうことですか？うん？俺の勘だよ。確かに記憶力はすごい。しかしな、やつの背中には博打に命を張るほどの迫力は感じられん。だったらどうして？あの男には安定感がある。大勝ちもしない代わりに大崩れもしない。大打ちにはそれくらいがちょうどいいと思ってな。しかし俺は見てみたい、本物の赤城の麻雀をな。石川、本物の赤城茂を探せ。なんだよ、もう終わらすかよ。工藤さん、いつも寒くてすみません。よし、親だ。せめておさむには勝たねえとな。うん。おい、すみません、すみません。ベーコン、ラス相撲か。天杯。ああ、脳天。脳天。工藤さんは？脳天、終わりだな。本当？俺を疑うのか。一番悔しいのは俺なんだぞ。そうですよね。はいはい、生産生産。うん。1だよ。3、4。なんだよ。5万2000点だわ。一人勝ちだよ。いくらだ？9000円だよ。今日は井出の一人勝ちだな。いや、先輩方。遊びはそれくらいにしませんか。ギャンブルをしよう。本当のギャンブルをね。さっきのおさむの手配を使って勝負するってのか。そう、ここから2回積もって上がれるかどうかというギャンブルだ。積もるのは1杯14杯のどれか。もし上がれれば先輩方の有り金全部いただく。上がれなければ俺の有り金全部持っていって結構。それは不公平だろ。そうだよ、3人分とお前1人分じゃ。じゃあ1年分の俺の給料そっくりあんたらにやるよ。どうします、あんちゃん。その条件は守るんだろうな。うん。工藤さんの知り合いにはな、
川田組のヤクザがいるんだぞ。逃げようだってな、逃げれねえからな。関係ないな。面白い。そのギャンブル受けてやるよ。じゃあ有金全部ここに出してもらおう。始めますよ。バカが、お前の引きたいウーマンはもう空なんだよ。バカ野郎、やめてんの。冗談だよ。ちょっと待てよ。誰が町を変えていいって言った。2回積もるって言ったでしょ。当然切り返しも含まれてる。この権利は譲れないな。しかしどうせ場に見えてないウーマン2枚はあんたが握りつぶしてんだろ。リスクゼロじゃこのギャンブルは成立しないぜ。どうします。どうするって。シャーとローマンの。シャーローマンは俺とリュウジの手にあり、もうから残る町はシャー1枚っすよ。確率は12分の1か。つもあと1回だけだな。ああよし、認めよう。さっさと引け。じゃあ遠慮なく。ありだ。じゃあな。あっちゃ、待て。てめえすり替えやがったな。やるわ。俺の手配の中にあったローマンが一枚なくなってんだよ。ただで済むと思うなよ。汚いのはあんたの方じゃないのか。下手なイカ様、何度もしてたらな。なんで。とにかく俺たちの金は返しもらうぞ。おい早く出せ。相変わらず間抜けな野郎だ。うまい。Yeah.
ここは普通連平校狙いだが、今はオーラス、しかもトップ目。そんな高い手はいらない。よし、いいぞ赤木。いいペーコ。そんな、これでこのハンちゃんもトップだ。4回戦で3連勝、もう勝負は見えましたな。ちょっと待っとくなれ。なんだ、もう白旗か。組長は、このまんまやったらわし、うちの組長に顔向けできまへんねん。一個だけお願いがありますねんけど。何なんだ、言ってみろ。本来の差し馬半ちゃん1回50万のところ、次の最終戦に限っては倍の100万にしてもらえまへんやろか。それにわしと兄さんとどっちかがトップ取るまでは続けるっちゅうことでお願いします。どちらがトップを取らなければまた半ちゃん打ち直したことか。さすがは兄さんや、話が早いわ。そうやな、その時は次の半ちゃんにも同等の条件を引き継ぐいうことにしましょうや。言うたら延長戦やっちゃ。まあいいんじゃないか。さすがは組長はんや、懐が深いわ。心配するな、次もお前がトップだ。当たり前だ。お釈迦にしてくれたんだってな。このままじゃあいつらの気持ちが収まらないらしいんだ。殺に突き出すか、同じ目に遭ってもらうか。しかし一つチャンスをやろう。麻雀で賭けをしないか。赤木しげるって言うんだろ。ロン、タイヤをドラドラ。浦部さん、さっきの条件の取り消しは無効だぜ。分かってないから。これで34,500か。
赤木がトップ目だ。2着は吉川の3万800、浦部のやつは1万9000の3着。さてオーラスだ。どういたい、タイヤも絡めば倍満、一応一発逆転の手か。誰がこんな見え目の手に振るか。こいつはもう無視していい。それより奴と俺との差は3700、奴には打てない。現物のスースを外してテンパイ維持。ウーパーソー待ちだ。悪いな兄さん。それや、タンヤオトイトイの5200。スースー短期、あの2万で受ければ倍満じゃねえか。せっこい野郎だ。逆転トップの目を捨てての延命策。三流だな。いやー助かった。早く決められるとこでした。そんな打ち回しじゃいつまで経ってもトップなんか取れねえぞ。ええ、かもしまへんねん。首つなげることが第一。それに次の戦いにもつれ込んだら差し馬も100万から200万に増えるんですさかいな。え、掛け金は100のまま次へ引き継ぐってさっき。そんなことはし言うてまへんで。もっとちゃんと思い出してくれな。困りますな。わしはあの時次の半ちゃんに同等の条件を引き継いでこない言いましたよ。同じ条件っちゅうのは50が100に倍増したっちゅうことでしたろ。100万そのまま引き継ぐんやったら同じ金額引き継ぐ言いますがな。それわざわざ同等の条件を引き継ぐなんて妙な言い回ししてんのがやな。そんなヘリクス認められんない。ヘリクツ組長あんどないですやろな。わし正当な要求してるような気すんねんけど、こんな明白な道理をまさか組長が握りつぶさんなんてことになったら他の組へのメンツ立ちまへんわな。いいだろう、その条件受けよう。組長、奴の言い分にも一理ある。しかしそれじゃ掛け金が無限に釣り上がる場合、それに打ち明かればいいんだ。大げさに考えることはねえだろう。え、分かったよ。浦部は花からトップなど眼中になく、場にいる別の一人を押し上げることに徹していた。ロン、麻雀はトップを取ることより誰かにトップを取らせない、その方がはるかにたやすい。勝負は幾度も持ち越し、掛け金はついに3200万まで跳ね上がった。ロン、上がれば苦しいのは奴もなしはずなのに。そして何の一曲、3層とチーピンのシャンポンに受ければ積もった時に3個。しかしどれがチーピンなのを考えればここはタイヤをドラドラで十分だ。
ほな兄さん、そろそろ行かせてもらいますさ。オープンはよろしいんかいな。オープンリーチやがな。一応認めてはいるが。ほなリーチ。今の点差は、はい、3万と少し。つもさあ、5万が裏が3つ乗って倍前。バカな。すんまへんな兄さん。少し休憩を入れてもらえないか。そらないわ、今ちょうど調子乗ってきたところやね。うちの言い分も少しは聞いてもらいたいな。まあしょうがないな。ちょっと来てもらおうか。まだ勝負は終わっちゃいませんよ。こんなことない。あんたたちにお客さんが来てるそうだよ。こんな時に会わなきゃいけない客なんですかね。会えば分かるんじゃないかな。誰なんだよ。あ？こいつも赤木茂だそうだ。もしこいつの言うことが本当なら安岡さん、あんたは俺にえらい恥をかかせてくれたことになるな。こんな坊主の言うことを信用するのか。だから本物がどちらか見極めたい。どっかの安岡さん、ここで一つギャンブルしてみないかね。ギャンブル。まずは見差しの三色を作ってみろ。次は純茶の三色といこうか。次は第三元通位層だ。なかなかのもんだろう。子供だわした。何？待て。次に国士をイシャンテにしてみてくれ。イシャンテにいいのか。一体何を。まあ黙って見てろ。上がるのに必要な灰は硫化とチュンの2枚か。難しい形になったな。どうかね。
残りの牌から上がるに必要な2枚の牌を引いてくる。それができればそっちが本物、できなければ偽物だ。組長、それはあまりにも難しいんじゃ。本物の赤木ならそれくらいやってくれるだろう。分かった、受けてやるよ、その勝負。そうすればパイが透けて見えでもするのか。うん、それくらいの感覚がなきゃ今まで俺は生きてこれなかった。そう見せる前に条件を同じにしてもらいたい。俺はこの勝負に負けるとこいつらに半殺しの目に遭うらしい。だがこいつには何のリスクもない。なるほど。腕一本かけろ。バカ言ってんじゃねえよ。なぜ。なぜも何もねえだろ。大地、今そんなものかける先生がどこにある。腕を取られることを恐れて言ってんじゃねえ。そんなギャンブラーバカバカしいって言ってんだよ。自信ないか。そうじゃねえ。いくら確率が低くても誰が好んで地雷の埋まってる広場で野球をする。死が怖いんじゃねえ。無意味な死はごめんだと言ってるんだ。無意味な死か。それがギャンブルってもんじゃないのか。こいつやっぱり変わってねえ。どうする、この勝負受けるのか受けないのか。できるかよそんなこと。勝負はあったようだな。掛け金が莫大になった今、これからの勝負はお前には任せられん。そんな。偽物にはしばらくここで待っててもらおう。勝負に負けた時のためにな。そうだろう。最初から見たら勝負吹っかけて俺を落とすつもりだろう。納得いかねえなったら動機を試してよ。そんなクズでも来るわけねえ。離せ。相変わらずとっぽいな。金に目がくらんだのか安岡さん。俺にも続きを見させてくれねえかな。ずずしいねあんた。見たくなったんだよ、新たな伝説をな。勝手にしなよ。なんやまた若い兄さんでんな。浦部さん、なんせ3200万かけての大勝負だ。こっちも慎重にならざるを得ん。
ほなこっちの兄さんの方が腕は上っちゅうことですか。まあよろしいやろ。けど条件はあのままです。あ、結構。浦部さんだっけ。ない。あんたも大変だな。おかしなこと言う人やな。今こっちは3万点以上買ってねえ。大変なのは兄さんの方やろ。勝てるチャンスを何度も見送ってまでレートを上げたんだって。負けられないな。なんや、気味の悪いガキやな。やっぱり本物の赤城。1年ぶりだな赤城。さあお前の麻雀を見せてくれ。張ったが点差は33,800。連品切りでのリーチやつまらん。それよりちゃんたか武蔵の三色まで待った方が。リーチ。最悪だ。一見棒点やが、このガキ何企んどる。まあここで一番嫌なのはドラの飛車抱えられてのインスタント漫画。抱えてへんかったんか。オーナー下の三色か。しかし数層と一品はもうない。来た。裏がうまく乗れば5200まで伸びる。なぜだ。どうして倒さない。仮にも差し馬相手からの直撃だぞ。上がりか。しかしピンズもいいペーコーで2600。どうせもう流局や。ここは奴の手格好を覗いてみるか。天敗。ウパーソ町。浦部の野郎覗きに来やがったな。兄さんも見せてもらうか。どんなリーチやって。悪いな、脳天だった。何って。赤城、ここでチョンボの8000点は痛すぎるで。安いもんさ。8000点なら安い買い物。俺はこの8000点で後の3巡を買う。後の3巡？
なんじゃそら。勝負を決する正念場の三巡。俺は進み、あんたは下がる。5800の差、波の打ち手なら絶望的な点差だが、赤木どうする。おたかぜのあんこじゃ安手と決まったようなもんじゃないか。4万点以上の差となると角だけでは逆転できない。何としても差し馬相手からの直撃は必要。一見淡々と進むこの局の中盤。しかしこの時すでに赤木の戦略は始まっていた。これはなんて引きだ。すでに3個。ザ・フーローか。やつも早そうだ。来た天敗。出来合い数あんこ。しかし嘘を切るとタメ増しとなりうざったい。ここは多少危険でも数万を切り、理想的な短期待ちが上等手段だ。リーチ。バカな。しかもなぜリーチなんだ。リーチするなら嘘短期でなぜ受けない。オープン。なんちゅうかきや。これで数万引かれたらコツコツ上がって引き離したんが水の泡や。組長、ここはオープンリーチを振り込んだら役満なんちゅう。青な決めはお前やろな。ああ、そんな決めはない。なるほど、これが赤木の狙いか。100万を恐れさせて相手に差し込ませ、差し馬相手からの直撃を狙う。この連番なら満貫確定。裏が乗れば倍満まで。何しとんねん、さっさと裏取ろう。続行だ。軽稚な展望はいらないよ。赤木、お前一体。奴は今手を崩して俺に差し込んできた。つまり奴の手は戦う形になってない。だったら俺は進む。この数万個で奴を刺す。あくまでも積もる気か、赤木。兄さん、後で後悔するで。ここは誰が何と言うても満貫でよしとするべきや。4万5千の差が3万弱まで縮まる。今は決めに入る時と違う、詰め寄る時なんや。よし、天敗復活や。明らかに鎮逸狙いの裏辺にこれは切れない。今度は上がるしかないだろう。
真一マンガン。ガキ、お前勝つ気あるのか。俺だってわかる。お前の打ち方はむちゃくちゃだろ。石川さん、文句は終わってからにしてくれよ。勝負はこれからだ。組長、やっぱりあいつの方が。おたおたすんな。一度決めたことだ、今さら変えられん。一杯ずれてるぞ。あんた12で区切った。あ、失礼。しかしここはなんとか羽満以上で上がっておきたいところだ。カン、よし、これでリーチをかけて積もれば羽満だ。リーチ。バカな、どうして三面待ちを捨てる。なぜペイの短期待ちなんだ。確かに場に二枚見えているペイは出やすい。しかしドラ4確定のリーチだ。みんなベタ折りしてくる。だったら積もりやすい三面待ちが当然だろう。12で組み入った。ああ失礼。ってことはこのペーマチは空。信じられん。この土壇場で赤木がミスを。赤木、そのペーは山深く死んでるんだぞ。浦部のやつは現物オンリーか。まあ当然だ。やつが無理する理由はどこにもない。この許可振り込みさえせんかったらいいんや。現物があるうちは現物。また転廃してもだか。いや、降りろ降りろ。こいつの悪意やったら浦が何者乗るか分かったもんやない。後通ってるのはシャーチャーが通したチーマンか。よし、次はしのげる。問題はその次や。なんちゅう流れや。関して臨戦牌に安全牌を求める手もあるが、ドラが増えると。よし。
かしこれが最後となったら話は別や。カン、これも取ってない。カン、よっしゃ、これこれ絶対の安全牌。合わせて10、リーチを加えて3倍マン。あんたから生半可なことでは展望はもしれない。偶然さえも味方にしないとな。偶然、パイの重なり、その結果生じる浦部の勘。赤城はこの勘を待っていた。いわば偶然の機会を待っていたんだ。人は利は避けられても偶然までは避けられない。赤城と浦部の点差は23,600。浦部は万貫以上を赤城に振り込めなくなった。どうなったのや。いや、まだわしの有利には変わりはないんや。こっちは何でも上がれば勝ち、スピード重視の短期決戦や。よし、悪ない。1000点でも浦部が上がればうちの負けですか。よし、これ上がりきったらわしの勝ちや。これで楽になるぞ赤城。カン、しかしファンパイの可能性も残っとる。トンナンハツはすでに場に2枚ずつ切れとるから、残るは白とチュンか。通るんかい。これでチュンチャンパイ引いてきたら一巡で再生できる。またよりによって、しかしあんまりこの城怖がってもしゃあない。なんせ見えてるだけでもドラヨン、羽マン積もられたら負けや。
こっちも上がりにかけんとな。この時浦部にはまだ攻める気があった。しかし時順その状況が大きく変わる。ちトラギリ天敗確定か。役は単妖か、それともファンパイか。これでドラはあと一枚、奴の手の中か。ちゅうことは奴は手牌に一つしかないドラ切ってきたんか。世話なくなった。あと怖いのは直撃だけや。天敗にこだわることはない。確実に勝つには守ること、徹底的に守ることや。悪いけど降りるで。勝負は次の局や。この数ピンを境に浦部は一切の攻める気をなくし徹底的に守った。そしてその浦部を後押しするように、来た。これが三枚目の城ということは狙いは単妖に決まりか。となると心当たりは全部通ることになる。しのいだんや。残るわしの妻は三回。仮にこの後泣きが入って角が 1,2 回増えても、ここまで溜め込んできた矢を中杯で十分しのげる。逃げ切った、逃げ切ったぞ赤木。順が変わったんや。缶が入っとるから最後の角はあの山まで。わしが背底になる。つまりわしが捨てた灰で奴が上がったら背底ドラよ。マンガン、それがお前の狙いやったんか。ファンパイもクイタンも最後に匂わせた三色瞳孔も全てはブラフ。全に頼りすぎとる。こんなマーちゃん成立させてたまるか。
で現物を引いてこれればまだあんたにも勝ち目はあったんだが、そこまでだ。決着はもうついた。奴は14杯の中から必ずこのパイを選び、そして振り込んでくれるさ。赤木、お前何言ってんだ。兄さん、はったりもええ加減にしてや。じゃあ早く切れよ。何が必ず振り込むや。わしは14杯12種類の中から一つだけ選べるんや。仮に当たり牌があっても確率は12分の1。こんなもん振ってたまるか。海底ドラヨン漫画。ご苦労さん、これ助かったよ。これで自由の身にしてくれるんだろ。いや、その前に一つ説明してくれないかね。どうして浦部がリャンピン切ると分かったのかね。いや、種明かししてもらわないと今夜眠れそうもなくてな。ん分かったよ。ああ。組長。あ、俺の体は一体どうなるんだ。それは後で石川とゆっくり話しましょうや。これがさっきの状況だ。これどうしてリャンピン切りが上がる、というよりどうして浦部がリャンピンを持っていたことを。それを話すには最初から話さないとな。最初から？人は危機に相対した時にその人間の根っこ、本質が出てくる。麻雀に勝つためにはそれを見極めることこそ重要。人間の根っこね。俺はまず奴の根っこを見つけようとした。リーチ、俺の冒険リーチに対して奴は慎重に回していった。なんとか上がりは取れたが、その代わりに大事なものを失った。大事なもの？そう、回していった捨て牌と上がりの形を晒すことによって何を通りそうと感じ、何を抑えに回っているか、そういう癖と傾向、相手の血筋が浮かび上がるってわけか。そう、その情報が最後にものを言うのが麻雀が。赤木は与えなかった。あの難の一曲などその典型だ。
リーチをかけたのに脳天と言い張って8000点の罰法を払っても手配を見せない。あの時確かに展望の上では大きく水を開けられていたが、情報戦では圧勝していた。そうだろ赤木。なるほど。そして攻めの第一弾があのスーアンコオープンリーチか。リーチオープン。しかもスーアンコに固執して二度も上がりを見送る暴挙。ローン。浦部の経験からは理解不可能、解析不能の打ち筋。結局浦部は展望を拾ったが、赤城に対して不気味なまでの印象を残した。南三局のペータン機を含め、全ては花からこいつが積み上げてきた戦略という積み木。浦部は赤城の手の中で追い詰められもがき苦しんでいたんですよ。そんな状況のやつが頼るものといったら、長年培ってきた合理的な考えしかない。しかしその合理性こそつけ込める隙。カン。あのドライオンで奴は明らかに動揺していた。だがここではまだ降りない。俺が積もったらハネマンで逆転の目があるとはいえ、まっすぐには来ない。回す。この両ピン切りこそ奴の根っこ。苦しくなると出る奴の本質。まず雀刀から切り、その後も現物を切って様子見に徹していた。地位。その後俺のリャンマンの地位で本一やトイトイの目が消え、ドラの在りかが全て知れる。つまり俺にハネマンがないと知ると、恐れるのは万眼直撃のみ。そうなるともう持ちこたえられない。次に危険牌を引いてくると、今度はベタ折り。次の局へと決着を先延ばしする考え。奴の拭えない癖、保留という名の逃げがどうしても顔を出す。この数ピンが勝負の分かれ目。奴はただ恐れ、命をつなぐ綱、現物のみを無意味に消費していた。そして肝心な時に種が尽きる。最後の一打という時に安全牌は尽きた。この裸短期の街は読めない。奴の闇が効く範疇をすでに超えている。あの時奴は全ての手配が危険牌に見えたはずだ。金が払えないんならこういう落とし前しかないんじゃないのかな。
ずも爆睡地や。自分でやる。いや、しかし12時もある灰の中からどうして乱品なんだ。それをまだ聞いてないが、まずこのシャー、奴はこれを俺の山から持ってきている。直前のペイのポンでツモの順番の代わり、急遽引かされた灰艇のシャー、もし奴が恋に引かされたのかもしれない。少しでもそう考えれば終わり。シャアは切れない。なるほど。じゃあその流派は、ずっと安全だと思っていた場合、奴にとってはそれが逆に危険に見えるはず。じゃあこの想図の3つ689層関した地位層の近場、普通そこは切りやすいだろう。しかし俺ならひょっとして一杯こっそり抱えてるかもしれない。そう思えば切れない。泣いたチーピンのそばのウーピンローピンも同じ理由でダメ。そしてチーワンもダメ。俺がギリギリまで三色銅鉱を狙っていたと思えば、これが残っている鉱産も高い。じゃあ数万ウーマンは、俺が最後に切った三万のそば、当然切れない。じゃあ結局乱品と数素。そう、浦部が何とか切れそうなのはこの2杯。どちらか安全か考えれば当然乱品。なぜなら数素は俺が缶の後切ったウーソーの隣。その点乱品は前後まんべんなく近くの倍、E ピン三ピン数ピンが切られている。しかもつもぎり通るはずだ。そう考えてやつける側には、今話した理由がそっくりそのままこの両品で待つ理由となる。いい街でしょう、組長。いつかなんて言わなくていい。半チャン一回の勝負をしよう。俺が負けたらお前の負債全部俺が引き受ける。俺が勝ったらお前の両手手首から先をもらう。バカなまねはやめとけ。もうお前の何の得にもならんだろう。
だからいいんでしょ。ただ勝った負けたで無意味に人が死んだり不具になったりする、それがギャンブル、それが博打の本質、理不尽な死、それこそがギャンブルの醍醐味だよなあ浦部さん。敵だろ。また痛い目に遭いたいのか。俺が。